これは。お、不動教授、足元。ん？おぉ。山野辺君は？山野辺さん。ん？太郎、よかった、お前は無事だったんだね。ひどい、かわいそうに、どうしてこんなひどいことを。誰？どうしたの？珍しいじゃない、ミキの方が町なんてさ。うん、まあたまにはね。不動くん、さっき見かけたよ、ウサギ小屋じゃない？サンキュー。もうちょっと待って、来なかったら行ってみるよ。そう、じゃ頑張ってね、バイ。誰じゃねえよ、脅かしやがって。なんで、先行かと思ったら牧村んとこの居候じゃねえか。なあ！おお、お前は無事だったのに、なぜこんなひどい。よー、色男、おめえもミキちゃんやっちまったのかよ、親が行方不明でございって、ずいぶん得してんじゃねえの。ウサギの代わりに兄ちゃんが標的になってくれるのかな？言っちゃ嫌よ。これ以上怪我しないうちにウサギ離しちまいな。やめてください。お願いします。何が？お願いします！さあ、ウサギよこしな。マサーニが練習台欲しがってんだろうが。お前、本当にいい加減に死ねと。殺されちまうぞ。ウサコ離しちまいな。嫌です。どれだ、押さねえか、押しますよ、兄さん。あんた強えよ、見直した。だがよ、
この次からちったやり方考えるんだな。殺されるぜ、芝居にゃ。今取り込み中だ。後にしな。何こそこそやってんのよ。アキラくん。保護者のお出ましだ。行くぞ。アキラくん、大丈夫？なわけないね。こら、お前たち、ちょっと待て。ちょっと。何してんのよ。早くこっち来なさいよ。大した傷じゃないよ。大丈夫だってば。なんで不良たちが引き上げたか分かった。これ見れば誰でもびっくりするよ。当たり前よ。あの三人組、今度会ったらぶん殴ってやる。よしなよ、ミキちゃん。関わり合いにならない方がいいよ。何言ってんのよ。もう十分関わり合ってるわよ。うちの大事な居候にこんなことされて黙っちゃいられないわよ。ほら、顔上げて。俺自分でやるよ。タレちゃんの手当てで慣れてんのよ。私に任せなさい。